翼を授かって公園に出たいと思います。最近は会えないからプレゼント送りつけました。うっそー、ありがとうございます。ワクワク。でも会えるのも楽しみにしてます。会えるん楽しみに待ってますよ。ちょっと待って、ちょっと今からご飯食べていい？ご飯食べるわな。今日もブドウの香り？イエス、いつもブドウの香り。黒髪よき、ほんま嬉しい。なんかな、そう昨日染めたんよ。なんか最近茶髪に飽きてて、自分の茶髪に。なんかインスタとかでさ、なんか茶髪の女の子見てさ、わ可愛いって思うんやけど、なんか自分の茶髪に飽きちゃって、でなんかあの最近なんかメンバーとかでもやってる子たまにいると思うんですけど、なんかエクステでさ、なんかこうメッシュみたいな入れてるメンバーとかいるじゃないですか。ミカニャンとか、この間フーアもやってたかな、なんか写真見たら。でなんかそれをしてなんかイメチェンしようかなとかも考えたんやけど、多分自分のキャラじゃないなって思って、そうなんかキャラちゃうなと思って考えた末、黒髪にした。もはや原点に戻っちゃった。なんかでもめっちゃね、自分でもしっくりきてて、多分真っ黒じゃなくてちょいアッシュ入れてもらってて、そうなんか光の感じでちょっと茶髪に見えるかなぐらいの黒にしました。なんかでも清楚感増すよな。自分で言うなよって感じやけど。今自分で言うてて笑ったわ。自分で言うなよって話なんですけど、なんか清楚感出るよね。銀髪絶対似合うやんって。うっそ、顔がねのっぺりなんで多分似合わん金髪は。ね、なんでちょっとの間は清楚感マシマシはるちゃんでいたいと思います。いつまでかは分からんけど。何これ、このご飯。ほんまにね、ちょっと茶髪に飽きた。なんかイメチェンしたかったよね。なんやこのお弁当は。何これ、分からずに取った。とりあえずお腹が満たされれば。うん、永遠の清楚系だから大丈夫。ほんま永遠の清楚系やった。黒髪少しでも持ちますように。でもね、今回はでもこの色結構しときたいつもり。ライブはこのままかな、多分。ツアーと周年は黒のままかなって思ってます。リアルっていうか握手会は11月やっけ、確か。うわ、もうこれでどうやろう。ちょっと、なんで黒髪したんですか。茶髪に飽きたからです。そう、髪伸びたんよ、さっきメイクさんにも言われた。どうしよう、髪の毛
髪の長さの方が今迷ってます。なんかロングにするのかまた切るのか今ぐらいで止めるのか悩んでる。髪色以上に悩んでます多分。悩む悩む。なんか自分の似合う長さ分からんくなっちゃった。なんか切ったら切ったでみんなからめっちゃメンバーとかからもめっちゃいいって言ってもらって、自分でもなんかしっくりきたんやけど、なんか長いロングの時の自分の写真とか見るとこれはこれでなんかいいなと思うし。マジでむずい。今日の髪型はハーフアップです。もう髪飾りもつけてる、見えないけど。もう今日はこれです。ショートにはしない。ショートにはせんな。まあ悩んでるから、まあ、とりあえず伸ばそうかな。とりあえず伸ばします。で切りたかったら切ればいいし、伸ばしたいってなってもな伸びんからね。エクステとかじゃないとすぐには伸びないから、とりあえず伸ばします。めっちゃこのお弁当派に詰まりそう。なんか何、海苔、海苔なんかなこれ。海苔がすごいんですけど、ちょっと魚にすればよかったかなって後悔。今更の後悔。歯磨きをせずに忘れずします。ちゃんと、もちろん歯磨きせずに公園出たことはないよ。一応言っとくけど、なんか逆に最近なんなんやろう、なんか潔癖まではないけど、全然潔癖とかじゃないけど、なんかそういうとこめっちゃ気になるようになった。汗もめっちゃ気になるし、なんか汗かいたまま家の中にうろちょろしてるのめっちゃ嫌になっちゃって、前まで何も気にしなかったのに、なんかもうほんまに公園の日とか、公園じゃなくてもちょっとなんか、それこそあの愛犬のうさしのお散歩に行ってさ、やっぱ汗かくじゃないですかこの時期。だから汗かくから、もうなんか散歩とかから帰ってきてもすぐ速攻でお風呂入るようになっちゃった。歯磨きもなんかちょっとでもなんか飲み物飲んだりしたらもう歯磨きたくなっちゃう。忙しい、めっちゃ忙しいです。この間ピラティス行って、まあ、汗かくじゃないですか。で帰ってシャワー浴びて、でその後にウサの散歩に行ってもう一回シャワー浴びて、ほんで普通に夜にお風呂入るんですよ。やばくない？なんか3回ぐらいお風呂入ってた1日に。そんな感じになってしまって、忙しいです。今もうほんまに昼夜公演の時はもうほんまに気になる、めっちゃ
いやいや、お風呂入りたい肌なくなる、嫌やな、それは、それは嫌です、それはやば、やばいよな、サウナ入る確かにそうやねん、そんなんなる、そんなんなってる、カサカサにならないの。え、でもちゃんとシャワーちょっと浴びただけでも絶対にあの保湿するようにした、大事大事です、保湿、やっと気づいた。こんにちは。そうでもメイクもほんまにねすぐ落とすようになったね、肌のこと考えて、マジでメイク落としたいっていうのもあるかも、シャワー浴びるの。え、なんか虫、なんか虫の音したんやけど、え、なに、おらん、めっちゃ怖い、なんかしんちゃんが、しんちゃんがさ、ジーがいることを証明しちゃったからさ、怖いんですけど、嫌なんですけど、なんかブーンって落とした気するんやけど。ユニバナウめっちゃいいやん、ちょっと連れてってよ、連れてってよ、ユニバ行きたい、先月行ったな。でも、え、もう怖っ、何、なんかもうカサカサって音するだけで恐怖。ユニバ行きたい、おいでよ、行きたいよ、公園だよユニバ行きたいな。ホラーナイトも始まるもんね、きっと、いつからかも知らんけど、ホラーナイトも行きたいな。でもとりあえずはユニバに行って、うん、ジェットコースター乗りたい、ハリドリ乗りたいですね、手あげて乗りたい。もう明日から9月か、それな、早くない？もう夏終わるって、やめてよ夏、なんか夏終わんのなんで寂しいんやろ、なんでですかね喋れてない、なんでなんやろうな、夏って終わんの寂しいな、なんでだ、明日から9月って今年あと3ヶ月で終わるじゃん、やーばー、すぐですね、すぐ、もうすぐよだって確かになんか、もうでもなんかあれやな、多分1ヶ月前にジャカルタ行っとったけど、もうジャカルタもうめっちゃ昔のことのようやもんね、マジで本当にあっという間なあ。最近夜は涼しくなった気がする、確かに夜のうさんぽはうさんぽって呼んでんねんけど、うさんぽはいいですよ、汗かかないし、もうジャカルタから1ヶ月やばい、やばいよな、でもなんかめっちゃ前のことにも感じる、でもついこの間なんかパスポート必要ですとか言われた記憶もある、本当に早いね、そうやってあっという間に終わってしまうんですね。ジャカルタは体調大変だった、そう、え、でもな、聞いて、またなんかね、悪いんですよ今、こんなな喋ってんねんけど、多分若干鼻声なんですよ、もう普段鼻声やからわからんって思うかもしれへんけど、あのはるかとかママからするといつもより鼻声で、で喉めっちゃ痛くて、ちょっとね、風邪ひいてるかもしれない、
それかカラーズ終わってからぐらいやから、カラーズ終わってなんか喉がってなってるから乾燥かもしれない。カラーズそうちょっとね、冷ましてもほぼ1ヶ月前か早い。それなやばいよな、ティフ冷ましてとか、まあ、それこそカラーズとかアットジャムもなんかいつの間に終わったんって感じ。はるかやったっけって感じやったっけは嘘やけど行かせてもらったけどね、本当に咳が止まらなくなって2週間、しんどいな。はるかもでもそれやった、本当にちょっとマジで気をつけたい。なんか免疫力下がってんのかな。もうなんか今日リハもなんかフラフラしてた、なんなんやろ。体調がちょっと今日はあんまりよろしくない。新幹線は爆睡しちゃうんだっけ、ほぼほぼ。でもこの間なんやっけ、アットジャムは一睡もせずに行った。めっちゃ朝早かったんやけど、なんか始発並みやったんやけど朝、なんか謎に眠いのに寝れんくて新幹線の中でずっとドラマ見てたで隣であ指さんが来ました。あれするんですか、筋トレですか。あれあれあれ無理せずにありがとう。そのはるかが一睡もせずにドラマ見ている隣でしんしんは爆睡してた。しんちゃんは爆睡でした。よいしょ筋トレってきましたすげえ今からゆみさん筋トレ取られます。目の前で確かに暑いよなお先生、そうしんちゃんは寝てました。爆睡、爆睡赤ちゃんやった。もうなんか新幹線とかあんまり同期と隣になることあんまなくて新鮮やった。爆睡赤ちゃん、そうで、帰りははるかの隣でさかたんが爆睡赤ちゃんでした新幹線って名前の順とかなんか、いやそれはもう年功序列ですそれは年功序列です。よく隣に座るメンバー、でも誰やろ、わかんないな、その時によるね。そう、かわいい。サカタンってでもなんか意外とよく 寝てるとこ目撃する移動の時絶対に寝てるかわいい、お疲れなんやなと思いながら見てこの間はなんか移動中にサカタンが隣で寝てて、多分もう眠すぎてこうなってはるかの肩に頭が来たんですよ。あ、もうそっとしとこうと思ってそのままそっとしてたそう、肩をお貸ししました。そう、完全に写真撮って、確かにね、もうお子さん優先で、もう起こさないようにもうそっとしとく優先でそっとしました。やっぱ寝れる時にな、寝なあかんからね。そうそう、もうはるかとかさ、なんか寝ててもさカメラ向けられたらなんか起きちゃうんよね
のカレンのなんか昔なんか動画にあるんですけど、カレンが載せてたんかな、前めっちゃ前に研究生の時ぐらいかな。そう、あれカメラ向けられるとね落ちちゃうんですよね。ウサシと一緒似てる、やっぱ似てるかもしれん。そう、一緒一緒なのよ。なんか感じるんよね、なんか視線じゃないけどそう、気配、気配か、気配でね、なんか起きちゃうんよね。寝てるとこね、なんか撮られた方がねレアやのに、絶対目覚ましちゃうから、もうダメダメです、常に気が張ってる。でも確かに家じゃない時は寝れるねんけど、どこでも、ただなんか気は休まってない気がする。結構すぐね起きちゃうとこある、だから休まってないんかなそういうことかもしれんね。まあどこでも寝れるからまあいいのはいいんですけど、寝起き良さそう。家は悪い外は、外っていうか、なんかホテルとかなんか新幹線とかは寝起きいいんやけど、家はマジで悪い、全然起きれない。今日もなんか朝多分何時ぐらい8時ぐらい頑張ってください、ゆみさん、ゆみさん頑張ってください、すげえ頑張ってください、ゆみさんやばい心配もすごい公演前にさすが鍛えてます、師範が鍛えてますあ、大丈夫です声だけでおもろいってきた師範頑張って、師範ファイトおもろいおもろい、そうそうそう、今日も朝8時ぐらいに多分ツイートしたと思うねん、朝だよみたいな言ってるのに、もう一回寝たからね、その後その後寝ました、また二度寝、二度寝して結局起きたん1時ぐらい、めっちゃ寝た、めっちゃ寝ました。赤ちゃんトーク、これ赤ちゃんトークなん、赤ちゃんトークって言われてんの、赤ちゃんしてますね。二度寝大事やで、早起きと思いきや、そうそうなんすよね、実はみんなの知らんとこでそんなことしてるからそんな二度寝とかしてしまってるから、全然ここだけの話ですよツイートはしてるけどね、また寝た、もうギリギリまで寝る、ほんまにギリギリまで寝ちゃいます。じゃあそろそろ終わろうかな、今日の秘密をバラしたということで秘密ってほどでもないけどね、終わります。じゃあランキング読みます。13位モスコルさん、ありがとうございます。12位リョガタン、ありがとうございます。11位チャッピーさん、ありがとうございます。10位まゆかちゃん、ありがとうございます。9位カピカピごはんさん、ありがとうございます。8位てうさん、ありがとうございます。7位みかたちゃん、ありがとうございます。6位やぶちゃん、ありがとうございます。5位バタヤンさん、ありがとうございます。4位はたさん、ありがとうございます。3位カラスさん、ありがとうございます。2位モンブラン、ありがとうございます。そして1位がまるるさんです、ありがとうございます。それでは今日はなぎささんのね生誕祭もあるんで見てくださいね、みんな。約束、黒髪はるちゃんに会えてよかった、やった、配信ありがとう、こちらこそありがとうございます。ではではまたね。